ジョン・ジェフリーズジョン・ジェフリーズはアメリカ合衆国の医師、航空の先駆者である。1785年にジャンピエール・ブランシャールと共に気球でドーバー海峡を横断した。ボストンに生まれた。ロンドンとアバディーンで薬学を学んだ後、ハーバード大学を卒業した。ボストンに戻り、医者を開業し、繊維としても働いた。1770年にボストンで イギリス軍が民間人5人を射殺したボストン虐殺事件では検視を行った。アメリカ独立戦争ではノバスコシアのハリファックスの連隊に加わり軍医として働いた。1779年3月イギリスに渡りイギリス軍の軍医となり1780年3月のチャールストンの戦いに従軍したが同年12月退役しロンドンに戻り医者を開業し、 解剖学の研究などを行った。気球で飛行した最初のアメリカ人で1784年11月30日に、ブランシャールとロンドンで気球の飛行を行い、気球から気象観測を行い、1785年1月7日、ブランシャールと共に水素気球でドーバー海峡を横断した。1786年にこれらの飛行の様子を、 A ナラティブ・オブ・ツ e o アリアル・ボイジズとして出版した。ブランシャールは気球のりとして、名声を得たが、ジェフリーズはこれ以後飛行をやめた。1789年の夏ボストンに戻り、医学に戻り解剖学の講義を行った。アメリカの最初の気象観測者とされており、1774年にボストンで毎日気象記録を残した。アメリカでは、天気予報士の日はジェフリーズを記念して、 ジェフリーズの誕生日の2月5日にされている。ありがとうございます。